皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。えっ、ー、と、今日の雑感はですね、えー、12月の10日土曜日になるんですけども、えー、フランクリン・プランナーさんのプレミアム・フライデーという、えー、そういうちょっとイベントがあるんですけども、 えー、そちらの方の特別編ということで、えー、一緒に、まあ、対談しましょうということで、えー、そこでちょっとゲスト出演して登壇させていただきました。で、えー、ちょっとタイトルだけ、多分これは公開されてるから大丈夫なんですけども、ちょっと、えー、タイトルを見せると、ちょっとこんな感じですね。えっ、ー、と、こっち、っち <laughs> プレミアムフライデー。 で、えー、緊急の座談会ということで、えー、テーマはですね、2022年を振り返るということで、あの、<laughs> ちょっとタイトルと人選が合ってないぞみたいな話かもしれないですけど、まあ私ね、あまりこう振り返りをしないという、えー、そういうこう、形印というか、あの、まあまあ本の中でも、えー、そのことを、えー、公言しているわけなんですけども、 まあ、あのね、来ていただいている人たち、ゲストさんたちが、まあ、当たり前なんですけど、振り返りは当然されるという前提で、で、えー、私自身はそれをこう、どういうふうに、こう、振り返りをしなくて済むように、えー、しているのかみたいな、ちょっとまあ、そんな話にはなったんですけども、あの、まあ、楽しく話させていただきました。で、あのー、中身の話はね、 ちょっとアーカイブみたいなのが残るかどうかというところで、あの、ちょっと、あの、お願いはしてきたんですけども、ちょっと、まあ、どういう形になるか、ちょっとわかりませんので、ちょっと内容の方はちょっと伏せさせていただくんですけども、ただ、えっと、まあ、私がどんなことを話すかっていうことでいくと、あの、2022年のそもそも目標がどうだったかということと、えー、まあ、それがこう、どのように、 達成されたか。で、まあ、どれだけできて、どれだけできてないか、みたいな話をさせていただいたんですけど、基本ね、あの、そこのとこに関して言うと、私、えっ、ー、とほ、ほぼほぼ、えーで、できてますっていうか、要は全部できてますみたいな。そんな形ではあるんで、あの、正直なところね、振り返りをする必要性って、あんまり持ってないというかそ、それがね、からくりなんですけども、えー、ただ、それを言っちゃおしまいよって話なんで、あの、 まあ、あの、そうな,ならない、なれない、なりにくいとかっていうことであれば、まあ、どういうふうにしなきゃいけないのかとか、まあ、えー、逆に言うと、えっ、ー、と、そうなるようにするにはどうしたらいいかみたいな、ちょっとそんな話をさせていただきました。で、あのー、ポイントとなるところって、まあ、あの、あ,ある程度決まっていて、で、 あの、まあ、私からこうちょっとお話しさせていただいたのは、その年間のその1年間っていうのがすごい長いスパンなんで、えっと、基本的にはその自分のこうあのある程度行動パターンというか、行動量みたいなのがわかる1ヶ月のところをきちんとこうあの把握してで、それをこう12回繰り返せるかどうかみたいな、そういうところを推し量ると、まああの 多少ないともあの、1年間っていうのが、えー、ま,まあ、1ヶ月の12回っていう、えー、そういう考え方に、えー、変換されて、まあ、比較的、えー、分かりやすくなるんでじゃないでしょうか、という、そんなお話をさせていただいたということと、あとうん、目標そのもの、1年間の目標が長すぎるっていうことだったりとか、あと、えー、1年間で、えー、モチベーションをこうどうやって 保っていくかみたいなそんな話を、えー、ちょっとまあ質問としてされたんですけども私が思うには、えっと、そこのところって、えー、基本はモチベーションはこう下がるものというふうに捉えて、えっと、必ずしもこういい時と悪い時があるんで、まあ、いい時に、えー、やれるだけやってしまって悪くなった時は基本的にあのその悪,悪びれず休むっていう まそんなこととあとえ、目標そのものを忘れちゃうという、そんな話に対しても、基本的にはもうやっぱ同じ考え方であの、やっぱりその忘れてもいいように、<laughs> 要はや、やり続け、行動に落とし込むときに、ちゃんとそのえ自分の価値観とかビジョンとかそういうものからえ落とし込む、目標に落とし込んでいって、で、最後行動 えー、パターンとか行動になるんでしょうけども、その行動をちゃんとしてると、えー、勝手に目標とかに行き着くように、えー、行動をこう細分化してしまえば、えー、まあまあ、あの、覚えてなくてもというか、ある程度こう忘れかけちゃったとしても、あの、まあまあ、この目標の行動だけをこうタスクとしてちゃんとやれば、まあ、目標に、えー、沿った行動ができるんだ、みたいな。 そんな風にすればいいと思うんで、あの、要は、あの、忘れちゃってもいいような仕組みとか、えっ、ー、と、モチベーションが下がっちゃってもいいような仕組みって、あの、忘れちゃうのが当たり前で、下がっちゃうのが当たり前っていう風に、そういう風に捉えて、でまあ、それもね、人間の習慣だったりもするからあの、その習慣をうまく逆利用して、あの、自分のこう目標とか、 夢みたいなものをこう叶えていけばいいんじゃないかなっていう、ちょっとそんなお話を、えー、させていただきました。まあ、あのーね、終わったら、ちょっと皆さんの反応って何人かから帰ってきたんですけども、あの、まあ、おおむね、あのー、わかりやすいお話でしたという、えー、そんな感想をいただいてたんで、まあ、よかったかなというふうに思っています。ということで、まあ、ちょっとね、あのー、私的なお話なんですけども、えー フランクリン・プランナーさんで、えー、座談会に登壇しました。と、ちょっとそんなお話をさせていただきました、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。